い、どうも、りょっちんです。ということで、今日も動画やっていくんですけども、またね、ちょっと今日編集の仕様を変えてみてて、上下にね、テロップを入れてて、下にりょっちんって入れてるのと、今上に出てると思うけど、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。っていうことで、ちょっと自分の、この願いをね、文字に起こしていこうかなと思って、ただ、ちょっと見にくかったりしたら、もうちょっと指で隠すなり、コメント欄でそれいらんって教えてくれたら嬉しいなと思うので、ちょっと今日一日はね、試合始まったらもちろん出えへんくなるんやけども、お付き合いいただければなと思います。ということで、もう今日の動画をね、もう見てもらったらわかる通り、もう勝さん、いや、もしくはあっぱれさん、ことですね、張本勲選手の、使ってみた動画をやっていこうかなと思ってます。で、ダルセレの時のね、張本さん僕持ってたんですけど、結構ね、打ちやすい。やっぱ懐が深くって、打ちやすいイメージがあったので、ちょっとね、今日、能力見ていって、ランク戦使っていこうかなと思います。でも、ミートが88も、阿部一発出たら、96とかになるんかな。でも、もう普通に強い。で、高難度はあれだ。イチロー選手よりも打撃面においてはもう強いよな。ただ、この守備もある意味驚異的で、絶対に守らされへん。で、得能は333。正直他に替えもおるから、ちょっと久々に使ってみて、いや、合わへんなって思ったら、もう、ちょっとセレクトミキサーやっていこうかなって感じ。で、打率3割3分3厘ってすごいよな、これ。で、ホームランも34本よ。だから強く振ってこれだけの率を残せてるってもう今の野球ではちょっと考えられへんな。まあピッチャーのレベル上がったっていうのはもちろんあるんやろうけど、でもそれでも驚異的な数字やなって、思いました。じゃあね、もう早速ちょっとランク戦やっていこうかなと思います。よっしゃ、もう張本選手も一番バッターが入ってきた。あと一発で投げる98は嫌な感じですが、適当に打ってもヒットになるやろ。これ、これは阿部ヒッターです、完全に。マジ阿部ヒって感じの打球。ただここはいいバッターなんで。いやー、ちょっと掛布選手なかなかまだ投げてない。菊池が抑えています。ワンアウト。クリーンアップが登場。見極めてフォアボールです。絶対フォアボールだし、3段階にはすぐのボールには気をつけたいですね。よいしょ、2球目打ちました。キャン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 、マジでマジでもうあれ変わりすぎてさ、仕様が初球なんでもうさあ、そして出すと今のなんで、ああ今これなんだっていうのだけが3アウト、先制することは9球目。いや、オッケーオッケー、ゼロリスクね。これが3球目刺さってんな。いや、完璧に刺さってるやん。これはもろたやろ、1点取ったらこれはもろたやろ。1点、まずしっかり1点取っていこうも。ワンボール、ツーストライク。打順は8番、坂本。いやー、もうまた止まりそう、ほんまに。ほんまきついわ。ツーアウトになっています。案外ボールがもう来ます。ツーアウトランナー一塁です。嘘や、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 本格出てないって、マジで。嘘や。最後はサヨナラホームラン。どうやったら勝てますか。まずはどちらのチームが。いや、今もう、もう張本選手はマジ使いやすい。そういう動画やから。どちらが先に言っていこう。深めるかですよね。はい、あ、喋ってる場合ちゃうけど喋るの練習、これ喋りながら練習。これに行け行け行け、大きな打球伸びる。ボールはそのままフェンスに直撃。よく言います、ワンボール。打ちました。この打球はフライになっています。レフト掴んでワンアウト。なんか変化でお前らしかなんかやってる。さあ、ちゃうよな、もうなくねえな、もう分からんから。パニックパニックパニック、今ちょっとパニック。もうとりあえずツーシーム狙おう。これにインサイド落ちました。落ちたよ、ちっとよかった。バックホームする。ほんとな、広げていきます。いやー、ファールグラウンドではないです。落ちぎんの3つ、いかれた。ツーピンチですからね。あー、やはりそうですか。オッケー、さすがにそれは打つで。わしでもサードランナー耐えた耐えた。もう1点いこう、もう1点。ツーシーム、ツーシーム、ちょっとフォーク今わからんから。ツーシーム、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 ツーシーム
初球打ち。いや、パワーがないがゆえの先頭バッターを出してしまいました。パワーがないがゆえのノーアウトランナー1でキャッチャーは古田。このバッテリーをタイガースがどう攻略していくか。まず取って取って取って、今日グラウンドの時間でワンアウトです。だったらいいと思いますね。はい、寿司長打を。いや、ミツミツ絶対いかそう。させ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 。ミツミツになりました。ワンアウトランナー。最後はピッチャーが変わります。いやー、ちょっと頼むわ。昨日の方がいい感じだったよ。さすがですね。まあそうですか。いやー。さあ無理やな。絶対帰ってくる。タッチアップ。すぐ追いつかれるやん。意味ない。もうあとは切ろう、しっかりと。もうこれ以上負けたらやばい。インコースきました。いい当たり。今のはついてないって言ってもいいよな。打ちました。頼むね。しっかり。一塁アウト。何やその送球。チェンジです。危ないの。とりあえず1点。ついに最終回。これはゾーンギリギリを狙わないと危ないですよ。何を。つまみました。打ち上げています。野村抑えてワンアウト。掃除した。バッターボックスは8番。本格出てないのキッズ。千賀まずは外くるやろな。打ち取っています。ライト方向を流しました。やる。ここで大谷は相手も怖いはず。とりあえず出塁しよう。出塁すればとりあえず張本さんにも回るしな。これ見事なピッチングでいいと思います。張本さんで同点ホームランを打っていくというこの最高の、おっしゃー、見事起用に応えました。これで張本さんで同点ホームランで延長戦ってる。みんな残りの尺見てる。結構余ってるやん。だからな、打ちました。動画終わりかけやったんかい。それでリーアウト。どんだけ追いかけたよ、マジで。初球打った、伸びる、入る。大谷、まあタイガースとしては何も焦る必要はありませんからね。なるほど。そう、初球打ち、抑えた、アウト。これで3アウト、試合終了。今日は見事な